皆さんこんにちは、オルタナチャンネルのお時間です。ウィンということで決まりました。今回はこのガチャポンを使ってね、ようやく企画を取りたいと思います。このガチャポンにじゃじゃん、いろんなね駄菓子を買ってきたんですね。これをカプセルの中に詰めてガチャガチャをして出てきたものを食べるというね、謎の企画をやりたいと思います。それでは早速駄菓子詰めていきたいと思います。ウィン、さあそれでは早速詰めていきたいと思います。まず、こちらのカプセルにどんどん入れていきたいと思うんですけど、はい、1つ目、蒲焼き三太郎これ入れましょう。仕方ない、直で入れるか。まあ、これ新品のカプセルで綺麗なんでね。かば焼き三太郎がここに入った、取れない。まあいい、とりあえず閉じます。はい、かば焼き三太郎、はい、1つ目。はい、2つ目、キャベツ太郎いきます。キャベツ太郎って美味しいよね。なんか一つ食べ出すとキャベツ太郎って止まんないんだよね。これももう直で入れちゃう。ギュッ、できました。はい、どんどん入れていきます。続いてビッグカツ、これでかすぎるな。あ、いや、折りたためば入った。見て、ビッグカツが入ってる何この映像、ちょっと面白いね、ビッグカツ。はい、続いてもろこしわたろう、これ見たことあるけど食べるの初めてだな。もろこしわたろう、よいしょ。続いてじゃじゃん、卵ボーロ。卵ボーロなんて何年ぶりに食べるんだろう。はい、卵ボーロ入れます。うー、いっぱい入れました。ガチャ。はい、続きましてベビースターラーメン。下にカプセルの穴が開いてるから出てきちゃうかもしれない、ベビースター。あ、あ、やばい、溢れるこれ。ベビースターはあんまりガチャポンに向いておりません。風貌さん、無理やり入った。ジャバ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 。はい、ということで全てのガチャポンにこちら駄菓子が入りました。さあそれでは早速お金を入れてガチャガチャして引き出していきたいと思います。さあということで早速駄菓子ガチャポン引いていきたいと思います。いいですね、こんなガチャポンが実際にあったら。なんとこれ10円で引きます。さあ行きますよ、初めは何が出てくるか。さあ10円入りました、行きます。ガチャガチャ出てきました。さあ何が出てきた、こっちです。じゃじゃーん、おーっと、これはコンポタージュ太郎でございますか。キャベツ太郎だ、キャベツ太郎。早速開けていただきたいと思います。いや、まあ普通に食べればいいじゃんって話ですけどね。違うんですよ、このガチャポンをね一回挟むことでね風味が増しますから、キャベツ太郎の。さあいただきます、久々のキャベツ太郎。あん、あ、いい、いい、しみる、このソース味がしみる。まあ難点はね、このカプセルがねものすごい汚れるってことね。これ後で水洗いしないとダメだ。2つ目いきます。卵ボールが出るまでやりたい。あ、いった、いった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 、オッケーオッケーオッケー、出てきました。2つ目はもろこし太郎ちゃんです。もろこし太郎ちゃんが出ました。さあいきます、もろこし太郎ちゃん。もろこし太郎初めて食べるんだけど、え、みんな食べたことある、もろこし太郎。あれだね、あのコンポタージュの味が薄い版だね。はい、どんどんいく。3つ目、卵ボールぽい。3つ目はこちら、じゃじゃん、もち太郎ちゃんです。もち太郎ちゃんが出てきました。懐かしい。あー、この食感がいいよね、カリカリの、いい塩っ気の効いたねこのカリカリ。さあ残りも少なくなってきました。4つ目いきましょう、壁焼き三太郎の残骸が。さあ行くよ。はい、お金をここに入れて、入りました。ガチャガチャ、卵ボールな、お、卵ボールっぽい、卵ボールっぽい、ほい、さあ卵ボールだ。これ食べたかったんですよ、このほんのり甘い卵ボール、これを今干してた。これいただきましょう。おいしょー、あん、うん、あ、おいしい。卵ボーロはね、なんだろう、大人になってもおいしいね。25歳になってもおいしいわ、卵ボーロ。卵ボーロのしかないこの風味、これ最高。ということで今回は駄菓子ガチャガチャやって、いろんな駄菓子をね食べてみました。第2弾としてはね、次おつまみ買ってきたんですよ。なんでおつまみを中に入れて、今回こちらのじゃじゃん、ノンアル気分、ノンアルコールなんですけどね、昼だからノンアルコールなんですけどね、これをね一緒にクッと飲みたいと思います。第2弾はちょっと大人な企画ですね。ぜひ面白かったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。さあ最後に何が出るのか見てみましょう。最後に出てきたのはじゃじゃん、折りたたんだビッグソースカツでございました。ぜひチャンネル登録もよろしく。それではまた次回お会いしましょう。うーん、バイバイ。